こんにちは、ブルーホスです。ということで、ハークティシティから続きやっていきましょう。地下、なんだなんだなんだな、地下を目指せ。ボイルアドベンチャー、ぐるっ、くるくる、肉弾ハリセンシャー、地下おじさんにあのじゃ、このプレゼントぜひ使ってもらって、あんたからたったったったん。すげえ顔色の悪い博士がお目玉ぐるぐるにいる。なんだなんだ、地下大冒険行こう。おう。そうじゃ、お前さんを立派な地下ベンチャーついてくるがよーい、よい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 、いきなり路強制イベント始まって15秒でここに、地下大冒険、レイヤーの人で早速使ってみるのじゃ。ちょっと待ってね。これなんかさ、待って。やばい。操作が支配されていた。なんだー、ひょうた、なに、ここで再戦ってか。あ、ブロンスもしかしたら初めて、チームで、うわお、なんかすげえいっぱい、広。難しい。なんだって、この地下大空洞では、地下の大空洞で、うわぁ、まさかここであれか、死ぬまで働かされて、で、フェリカってか、違う、なんだって。あ、こうか。ああ、オッケー。じゃ あ、せっかくなんで、ちょっとだけやっていきましょうか。ちょっとだけ。まあ、なんだ、化石の掘り方。あ、これはあれだね、あれと一緒だね。ほい、二つ。あ、ちょ。えひん。あったあったあった。これ変わらないんだね。ちょ。あったあった。ていい。オッケー、だらだらだん、なんだ、虫。これ何？虫。青玉エスト？虫？石の箱。虫タイプのあれだよね。なんだ、たらたた、メガヤンマー。あれ、メガヤンマってこれ、もうこの作品から出てきたんだっけ？そっか。あと、この中、ハテナマーク。ハテナマークに行くと、おお、なんだ、なんかすげえ強そうなのがいっぱいいる。あった。あ、サーナイト。でも、キルリアの方がいい。キルリア、押すったらいいな。押すこい。押す。ラルトス、キルリア。サーナイトがいい。え、サーナイトと、あと何だっけ？忘れた。目覚めの石で目覚めちゃうやつ。さあ、お前はどっちだ？トレース。おめえ売却してくんのかよ。俺のお箱の攻撃力が奪われてゆく。ちょっと待って。メスか。レベル 20？ 高くね。まあでも、サーナイトはいずれにせよ手に入れていた方がいいと思うから、よっしょ、ボッコチーン。ああ弱い。いやー、光がくる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 。レベル20の野生のポケモン出てくるのか。じゃあ、ここ経験値上げるのはいいかもしれないですね。よし、モンスターボール行け。ぐる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 、チュイン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 。あれ、てかこいつ即戦力でいけんじゃね、もしかして。しかも、キルリアになってサーナイトはあれか、レベルアップ進化だっけ。ってことは、ここで首にするのはあいつか。石継ぐてふわふわ、あ、違う、石、そうだね、へいらっしゃい、へいら、ラルトス、なんだろうな、盲目の少女戦士、じゃあ、なんか目が見えないから、すげえ言いにくい名前だけど、モモピーにしよう。モモピー。センスがなさすぎる。そうなると、出川がいらないか？出川も進化してるもんね。そうだね。じゃあ出川クビにしましょう。さよなら、出川。出川さらばバイバイ。ちょっと待って、でも トリトドンとかさ、こいつら絶対レベル高いよね。まあ、捕まえたら最強かもしんないんだけど、とりあえず水で。もう一つ、ちょっと待って、なんかすっげえでっかいハテナマークなかった、右側に。まあ、いいや。とりあえずピーン。じゃあ、なんかもう二つくらい、こう、なんか広げてって終わりにしようかな。さあ、ここは、ズバ、あれ、ちょっとズビッと手に入れてなかったよな。ズバッと手に入れても面白いかもしれないですね。コダック、パチリス、ラミカラス、ミミッキュじゃないよ。こいつ何だったっけ。あ、でも大したポケモンいなさそうですね。まあ、いいか。こっちの方にポケモンは、いいなぁ、下げだね。じゃあ下行きましょう。何ボタンで戻ったっけ？ Y だったっけ？ Y。あ、だな。オッケー。大空洞マープ、トゥルットゥットゥルットゥって、なんかこことか行ったらなんか一生行けそう。さすがにここは裏でやっとこうかな。あ、スボミーは手に、はい、いらっしゃい、コダッキー。ちょっと待ってね。あ、まだ捕まえたことのないポケモンがいた。ここで捕まえる価値があるかっていうと微妙かもしれないです。こいつらめっちゃ血気盛んやな。待って、ラルトスのオスをもう一匹捕まえてから攻めて脱出したい。こっち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 、パンダ、もやし、ゴリラ。
もう日本語になってる、むちゃくちゃだわ、ギリギリがけの上にぴょんぴょん。これなんかあれだね、右下の方完全に分断されてっけど、どうやって行ったらいいのか。トリトトン強そうだな。わあ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 、あれラルトスキルリアがいねえ。待て待て待て、ラルトスキルリアスイどこだっち。頼む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 。ちょ待って、なんかトリトトンしかいねえ。あれこれ トリトドンやばくない？トリトドンってだってシンプルに強いポケモンだよね、多分ね。弱点が少ないというか、短いというか、トリトドンばっかりやん。わー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 わわ。じゃあいいや、ちょっとあんまここでグダ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 やってても仕方ないから、またいつか手に入れましょう。ということで、いった、いやーでもちょっと諦めきれない。ラスト。ラストエバースティング。エバーラスティング。君に出会えた、その時から。ラルトスは捕まえたいのにいないんだよ、時間の無駄だった、そんなとこもあるよね。戻ってきました。おじさんずっと待ってたの、そこで。ありがとう。うまちげよかった、ペリタマ。おおい、なんか、これを手に入れることによって、なんか、珍しい、楽しい、100倍いい、ありがとう。じゃあ、裏で、地下は遊ばせてもらおうかな。うん。で、サイクルショップ。これなんか、もうチャリ手に入れられるか。宣伝してくれたらあげますよ的いない、チャリの店員さん、 おじさんどこ、あいないの。ちょっとバックでさ、なんかさ、こうショートカットとかなんかできなかったっけ。じゃあなんかルールをなんか知れて使おうとしてるぞ。探検セット、あお気に入りどのなら、あこっちか。お気に入りにすることで何もできない、何もできなかった。ステルスロックについて、あれなんか技し僕もくれるんだ。へえ、知らなかった。ターレマスインゲン。ヘビーマスインガーみたいな感じかな。ってこと、これを Y をすることによって。おーおー、なんか時間が出てきた。これ消せない。あ、消せない。めちゃくちゃ。あれ、お気に入りにしても、ショートカットができない。できない。あれちょっと、いろいろボタンを試してみたんだけど、生命判断やってます。ちょっとこれあれか、普通にシンプルに、あれなんだろうな。これでも多分チャリがないといけないですよって断られると、おーおーおお。誰あー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 、おじ、おお、お父さんここまで出てきて、パパ、何匹のポケモンで36匹、素晴らしいでしょう。不思議の雨、パッパッパッパーン。レベル1、レベル高いということを聞かないです。でもレベル20程度だったらまだまだなんだよな。じゃあ、ちょっとここは。あ、そっか。これ銀河団のビルだよね。あ、なるほどね。ってことは、まず、やっぱり、あいつをどつき回さないといけないってことなんですね。ジムリーダーを。ジムリーダーどつき回すの術をしないといけないんだけど、こっちはなんだ？たい昔も今も繋ぐ技。なんか手に入らないかな、この辺で。なんだ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 ？忍者！うわぁ、なんだよ、ただのナルトかよ。じゃあ最強じゃん。さあ、おめえさん、私と勝負でやんす。忍者の好きな小太郎です。忍者ごっこって言っちゃってんじゃもんな。ジュバ。アルキーリヌー。ヌーヌーヌー。威嚇されて精神力強いでやすね。ステータスを減らされる技が効かないみたいな、そういうノリだったっけ、こいつって。ってことで、翼、どうせこいつで勝てるもんな。次の、あれだよね、確か、虫タイプじゃなくて、草タイプが中心のジムリーダーだったはずだから。ってことは、ごめんね、ドリンキッス。あ、ちょ、ドリンキッスさせましょう。死んだらすまん。でも多分死ぬ、でもそっか、吸い取るとかやられると、あれだっけ、吸い取るじゃなくて、吸血とかされるとやばいか。でもレベル何だったっけ、14とかだったっけ。あ、15か。じゃあ、ギリ勝てるんじゃないか。トレース、精神力。モモピー。モンピってなんかよくよくでもか、あれ？じゃあ再起構成しまーす。スペシウム光線がベベ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 ジュバッとゲッチュ。オッケー、ズバッテーン。まあ捕まえてないポケモンを捕まえるみたいな旅のところはね、まあいずれやっていきましょう。ということで、アルギニヌーゲイ。で、ズバッと、じゃあそのまま戦いましょう。あなたのレベルをちょっとでも上げるために私頑張る。レベル下がってる。Don't you worry。再起構成発射。そうだよね。だって格闘ポケモン他にいるのかな、まあ、とりあえずどっかでラルトスが手に入るようであれば、そうだね。うん。
よし、じゃあ行きましょう。ズバッと軍団が目覚めの石でもトゲピー、トゲチックでもいいのか。はい、ふいふい。で、他には、なんか出てきたよー。何が出てくるか、うわー。あ、ちょっと待って。石つぶてはダメです。唯一の弱点でございます。アルギニル、頼む。逃げてくれ。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。ピクシー、ピクシー、威嚇、ゴリラ、マッチョ。細マッチョなんだよな、頭がごっついんだよな、レベル。よし、よくよく。一瞬なんか逃げ切れなかったのかと思った。んで、こっち。モンスターボール、ペンペケペペペペペン、こっちの方に行って、あー、ちょっと待って、こいつは多分、なんか嫌な感じがしそうだから、違う、ポケモンの入れ替え、これか。リーゼット別にいらないな、まあ、進化したらもうリーゼット捨てるか。なんか切り落とすみたいな言い方になっちゃってるけど、山のようにごっつい男の人、なんかこういう人がなんかスクワット250キロとかなんか持ち上げそうな感じがするよね。まあ頑張って頑張って、登るが山を登るよ、寒いよ、季節がまだ残暑厳しい季節でごわすっていうところかもしれないんですけれど、レベル20で果たしてもいいのかってところで、ゴノハマルダビア、あれゴノハマルって何だったっけ、これか、なんとかだぞ、これこれこれさんだぞ、微妙なレベルアップだな。こいつイワークも頑丈って持ってるんだったっけ。イーゴー、よくよく考えたらイワークとさ、じゃイワークじゃね、石つぶてとさ、ピジョンを戦わせてサトシってさ、残酷じゃね、アニメの最初の方の頃だったと思うけど、ね、バラら続けてどこまでピッピクシーポッポケモンのフリフリ、野生のビッパーありがとう。ゲットしたビーダルは全部捨てちゃったからね。違う。ポケモンを入れ替えましょう。ちょっと水タイプ。あ、リゼント。あ、違う。へい、いらっしゃい。これレベル何本で進化だっけ ?28 だっけ ?26 だっけ、石粒ってにわかだからさ、ほら、ゴローニャにできないという残酷なさ、進化方法のせいでさ、だから多分昔さ、僕が小学生眠そうな女の子だな、でも結構なボン。ポケモンの世界ではまあまあなボンだと思う。そう、なんかポケモンじゃない、ポケモンとかをさ、やってた頃のさ、あれってさ、何？エアスラッシュ、強そうな魔女だ、痛い痛い、切り刻まれる。効果今一つでその攻撃力だよ。さすがだな。ゴロ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 。そう、なんだっけ、あれ、通信交換ができるさ、通信ケーブルだっけ、あれ持ってるやつマジで神っていう扱いだったよね。なんかポケモンセンターかなんかに行った時に親に買ってもらって、ピカチュウの装飾がついてる通信ケーブルを買ってもらった記憶がある。あれのおかげでね、弟とドラクエモンスターズとかポケモンとかでね、一緒に交換したり戦ったりとかってよくやったよなって思うもんね、ということで、そうなんですよ、兄弟はいたんですよ、兄弟はいたけどね、一緒にポケモン交換ができるようないい感じの友達が少なかったっていうことですよね。さてさて、戻っていって、こっち進んでいきましょう。こっちの方でなんか、いけそうだね。あー、でもこれは怪力か。怪力を忘れてガチョ。あー、もう無理でした。残念でした。戻りましょう。そしてポケモンも出てこない。もういっか。じゃあ、もうどんどん次行きましょう。ボコボコにしてあげましょう。じゃあ、とりあえず、経験値だけを。あれ、そういえばさ、なんかうちんところに来たら、お前のことパクパクしたるけんねって言ってた女の子ってどこだっけ、水木だっけ、ジジイとババアだったの。お前、おい待てよ、お前ら。座敷の座布団の上でなんで立っとんねん。座らんかい。そして大した情報もねえし、なんかよく来てくれたのつって、孫に会えた気分じゃ嬉しいからお前にこれあげるぞよつってさ、なんかくれたらいいのに何もくれないっていうね。なんだ、いらっしゃいませ。漢方はちょっとダメですね。夏気度が下がるからね。ポケモン苦手ですよ。そりゃそうだよ。だって大の大人でも苦手なんだもん、漢方って。だから漢方を飲む時のなんだろう、コツじゃないけど、粉を飲んでから水を飲むんじゃなくって、水を入れて、で口に含ませておいて、その上から漢方を流し込んでごっくんちょするっていうのが個人的なおすすめかなと思うんですよね。ということで、ご利用ありがとうございました。またのお越しをお待ちんこ。アルギニヌにして、アルギニヌ無双をしますよ。でも、翼で撃つだけで果たしていけるのかって、しかもさ、翼で撃ってもさ、なんだっけ、
毒針とか言ってくるやつとかがいたら結構厳しめになっちゃうんだよね。さて、やだ、あれいきなりジムリーダーですか。ジムリーダーと、じゃあ遅れ待っているチャレンジャー、僕は個人的にナタネさんが一番好きです。おへそが見えてるから。うわー、立体起動装置、隠れてるというよりはもう もろ見えなんだけどね。ということで、お兄さん僕と遊びましょうや。あれ早速いない、これもしかしていない。あれ本当にかくれんぼしてる。かくれんぼしましょう。いやワロタラ負けをアップップって、ここでもしかして一人捕まえていかなきゃいけない。じゃあ勝負しましょう。お姉さんのパンストを私がビリビリと破らせていたら、リサちゃんか、リサって名前なんか好き、可愛い子がいっぱい多い印象です。人間です。チェリンボ、誰がチェリー、チェリーマイラーSo sweet, da 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 da. 笑ってもっといっちゃえよ。おぱいにマッチョチョ。翼で打つ。せいや。オッケー。しかもさ、威力60でそこそこ強い技でさ、そこそこ威力のある技でさ、PP が35もあるっていいよね、なかなか。あ、ロゼリアか、ロゼリアってきついんだよね。こいつ毒かましてきそうなタイプだからな。めっちゃこっち見てるわん。あー、しまった。今いいや。さあどうだろう、大丈夫か。急所に当たった。女の子の急所といえばお豆ちゃん。 OK、 レベルアップ。へいらっしゃい。ちゃ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 ん、25とかだったっけ。あ、リーゼントも、あ、リーゼントあれか、レベル20何歩とかで進化に。ふい、この野郎、可愛い顔して、その眉毛を、2つの石ころが置かれた小道の突き当たりかな。2つの石、あー、なんかいたぞ。違う、2つの石つぶてが置かれた。いや、すごいな。2つ目のジムリーダーからすでにもう全員と戦わせないといけませんよ、みたいな。ね、しか、霞の時ってさ、なんか1人目の海パン小僧はね、てかもう、全員が水着る。わー、なんかすげえオーラ漂ってる。あれ、こんなんだったっけ、アロマのお姉ちゃんって。すげえボンなんだよな。多分推定 F カップはありそうな気がするんですけど。ということで、スボミンかロゼリアからグレードダウンしてますね。1匹目のが強かったじゃんか。1匹目って言っちゃった。まあ、タイトスカートってなぁ。まあ、めくってくる楽しさ。あー、ブシャラはしないです。そうですよね。そりゃそうだ。あー、吸われましゅー。お乳を吸われましゅー。お乳を吸い取って。オッケー、いくつい、翼で。うん、ま、もう、いや、とりあえず、こいつも主力に。痛いです。まさかの声、やっぱり来るよね。なんか、そんな予感がしてたんだよな。痛い。ちゃ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 ん、ドンパッチ。うげー。ありきりる。そんな、しかもね、このポケモンのね、優しいなって思うところがさ、ジムリーダーと戦う前に、ちゃんとポケモンセンターに戻してくれる、戻ってもいいですよっていうシステムになってるということですね。ところが、まあ、それをすると収録時間とか皆さんがだれるっていうところもあるかと思いますんで、まあ、自分が一人でプレイしているんだったらまず間違いなくやっているっていうところだったんですけど、とりあえず傷薬とそれからなんだっけ、毒消しを使ってそのまま強行突破していこうかなと思います。めっちゃ喉が詰まってそうなんですよね。娘が溶連菌にかかったっていうところもあってさ、溶連菌って皆さん知ってますかね。まあ、体にブツブツが出たり、熱が上がったり、咳が止まらなかったりとかっていうので、まあ、もう治ってるんですけど、そのせいか体調を崩し、三本の木の真ん中、まず回復。そう、自分が溶連菌にかかるっていうことはもう当たり前だけど なかったんですけど、まあ、それはいいんですけど、何かっていうと、ちょっとね、喉の調子が悪くなってきちゃったっていうところなんですよね。とかも、まあいいか。あったよし。ちゃ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 ん、オッケー。さあ、もう二度と同じ筒は踏まないようにって、3本の木の真ん中ってことは、もうそれはあれですよね。落ちんだよね。3本の木の真ん中。あ、いた。あたた。姿は隠していても匂いは隠せません。お主、お風呂に5日間入ってないな。くん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 。ただの変態なんだよな。ナエトルがナエトル。俺のフルダチンと戦わせてあげたらよかったかな。先輩、お願いしますとか言って。でもレベル19とか出てきそうだね、こいつの場合な。なんかね、レベル何本で出てくるんだろうな。でも10、
とこれ、あでもこれだったら20くらいな感じがしそうだけどね。あっちょーべし。OK、Thank you so much。ロゼリアとロズレイド出てくるんだっけ。ロズレイドまでは出てこないか。いや、でもロズレイドまで出てきそうな気はするんだよ。レベル22、レベル22あればということでね。パカパカパカパパーパンパパパン。あなたのにじみ出る強さも隠せない。私の、あれか、にじみ出る我慢汁も隠せ。花園ですか。お姉さんの花園を私がパクパクさせてあげますよ。おら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 、うふふ。うふふって、かわいい顔で笑うじゃないですか。わーおーブラトップ美女いいですね。上になんかあの羽織ってそれを脱がすときにあの上から覗き込む他人間。さて、そんなアホなこと言ってないで、ロゼリア長は、翼で打つよバッタバッタバッドフッピュッ。オッケー、いい感じですね。さよならですね。甘々ですね。毒にならないですよ。あ、おしまいかい。もっと楽しみたかったの、お兄ちゃんと。ちょちょちょ、手邪魔。その左腕を解けてもらえないですか。そしたらあなたの、ポケモンだもんな。ポケモンでそういう表現とかな。でも露骨にしてくるよな。だって、潮吹きとかさ。そう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 。あの、あれですよ。つつく、乱れ好き。で、角でつくとか、あとドリルくちばしとかね。待ってたよー。私が白帯のジブリター草使いタイプのナタね。さっき見たとき、あなた絶対ここまで来る。そう思ったらズバリなんていうか、そんな雰囲気出してるあなた、あー、にじみ出るあの我慢汁ですね。にじみ出る我慢汁って、そう、これ結構好き。この格好、この格好結構可愛くて好きなんですよ。いいよね。ピッチピチの服なんだよな。ってことはもうスタイルがもろ見えってことなんですよね。ってことはお尻が大きな女の子なんだよね。あれキューティーハニーだったのかな、こいつもしかして。ただズボンはいただけないな。よく見たらなんかビリビリだな。先っちょが、先っぽが先っぽで先っちょになってんだよな。威嚇する。うわー、いきなりレベル19か。ってことは25くらいの技とか出してくるか。技じゃねえ、ポケモン出してくるか。チェリンボー、チェリチェリー。あれチェリンボー、違うな、チェリンボーあれか、レベルアップしてチェリムになって、でナイトルがナイトルってことはヘイラしちゃいでいきましょうか。あ、まあでもまあ、いや、もう即席速攻でぶちのめす。あ、レベル19が2体目ってことは、あ、じゃあ21とか2とかそんくらいかな。ってなると、あれ、霞レベルみたいな感じか。ナイトルがナイトル、さよなら。さあ、ラスティーヌ立ちしてくるよ、モモピー。命の雫。なんか知らない技いっぱい出てきてんな。怪しい光。怪しい光絶対いる。命の雫なんだ。自分と、そうなんだ。じゃあ、いらないです。特攻が高いんだ。あ、特攻が高い女子はいいですね。しかもメスだから触らないとなると特攻が高くなるからね。あれか、フェアリーとエスパーで、触らないとじゃねえ、オスの方の名前が、おお、噛みつくですか。いいですね。噛みついちゃいましょう。誰に噛みつきますか。体当たりを消します。さよなら。電光石火があれば十分ですからね。ポカン。よし、じゃじゃじゃん。でもリーゼントも確かレベル28くらいにならないと進化しなかったロズライドか。やっぱりロズライドか。2個まだ終わりじゃないもの。ちょっとテンション下がってるやん。顔と言葉のテンションの差が激しかったよな。まだ、俺、わー、お白髪になってる、大丈夫か。もうそろそろ、次の世代に、うわー、痺れこらーキュン。かっこつけてる、かっこいい、かっこいい、かっこ悪い、やる気にね、かわせよう。まあ、あの粉が出た時点でもう、あれなんだけどね。さよなら、バイバイ。なに、さすがだな。しかも食いやがった。おいしいです。パックパックです。めちゃめちゃ回復しますやん。お盆の、おーおー、ドッキドッキ。なんていうの、追い詰められたのかしら。うん、それ以外の何者でもないと思いますよ。じゃじゃーん、草むすび。いやー、体重が重ければ重いほど食らうダメージ大きめですね。今回今一つだけど、でも大きめなんだよな。しびれてくれたらよかったらね、どんまい。よし、2つ目のバッジゲット、ありがとうございます。たたたた、めっちゃ経験値くれたわ。レベルアップ超してる。吹き飛ばし、吹き飛ばしはだってさ、そうだよね。あ、じゃあいらないです。フルダチン、レベルアップ、テレテテン、噛みつく、いいですね。成長、そうなんだな、これ結構強いんだよな。じゃあ噛みつくは体当たりの代わりに、そう、もうフルダッチンで、その一体の敵をぶちのめすっていうことを覚悟した場合には、もうあいつでいこうかな。成長をなんか3段階4段階くらい使って一気に800回くらい、めちゃめちゃ喜んでる。あれ、さっきのなんかさ、まだ終わってないもんって言った頃って、なんかすごいとても強いんだって。うわ、超かわいい。ただ手でっか、顔よりもでかかった手、よく見たら。おや、
マオピーが？あ、もう進化する？ちゃ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 ん。おい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 。ダダダン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 。ダダ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 ダン。オッケー、Thank you so much。キルリアちゃ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 。強いっす。いや大変だったんですよ。なんせ皆さんが見てる中で戦わなきゃいけないというプレッシャーが強くてですね。フォレストバーチ、つまり森。オッケー。チャッチャカチャーチャッチャッチャッチャ。イヤイギリ、イヤイギリつけるならだからで、ひょとこレベル30までなら聞きますと。オッケー、素直に言うこと聞いた。私からプレゼントをシールパッププ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 プ。オッケー、86。これ草むすびだっけ。あー、そうね、なんだか好きなのが重ければってことは、あのグラードンとかに使ったらボッコボコにできそうって感じだよね。お兄さんもうちょっと、うん、そうだよ、もう強くなるというか、もう強いっす、チュッスチュッスという間に25分26分くらいか。じゃあ区切りがいいところ来たんで、銀河団に関しては次回パートで戦うことにしましょうかね。はい、とさらい神隠し贅沢な名だねーっていう感じなんで、よし、じゃあ一旦ここで終了とさせていただきたいと思います。無事バッジも2つ目手に入れたということで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると幸いの極みです。ではまた、バイバイ。